即位を祝し、天皇陛下万歳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 三唱に合わせて陸上自衛隊第一特化令和元年10月のね22日火曜日、天皇皇后ね両陛下即位のね即位のおめでとうございます。見た見た今日涙出てきたよね。違うなっていう、本当にやっぱ国をね 国のねあの象徴はやっぱ違えなっていう、抑えきれなくてさ感情が。言葉に言い表せんよね、本当に、やっぱね、ちょっとあの君らさ、今どうせあのね、あの適当にね、あのあなんかね、天皇が、適当に見てんだろお前、本当に言葉出てこなかったけど、恥知った方がいいよ。本当に恥知った方がいいよ、このね、あの日本という国の歴史、あの天皇陛下のね、あの歩んでこられた歴史知らないっていうことほど日本人として、恥ずかしいことないからね、あれこれあの本当に、ま、本当だから本気だから、どうせ君は暇でしょ、どうせさ、あのこんな YouTube とかクソみたいなサイト見てさ、なんか無駄な時間過ごしてさ、ね、人生のさ、貴重な人生の時間をさ無駄に使ってんでしょ君らね。ちょっとこんな記念すべき日に怒りたくないからちょっと落ち着くわ、ちょっと、今起きてばっかだから飯食いながらやらせてもらうけど、勉強した方がいいよ、マジで、知らなすぎるね今の若、ちょっとなんて、なんかツアー飛んでした今の若いもんは、絶対後悔するから、ね、勉強しような。で、今日って、祝日だったらしいじゃん。祝日。いわゆる仕事とか学校とか多分休みなのかな、ほとんど。なんだけど、例のね、天下のね、中央大学がですね、なんと今日、天皇がね、即位のね、特に即位のあれをやるっていうにもかかわらず、学校をね、通常通りね、営業しだしたんですよ。信じられないよね。他のね、いろんな大学、本当に休みにしてるよ。こんなね、素晴らしい日にね、学校なんて、授業なんてやってる場合じゃないと。いうことで、それは普通よ。当然でしょ、そんな。にもかかわらずね、僕がね、通ってる中央大学っていうね、もうとんでもないね、いつもね、世間を騒がせるね、問題大学がですね、やらかしたよね。
恥ずかしくてね、申し訳ないわ、もうちょっと大学を代表して謝るわ、もう、すいません、もう日本国民の皆さん、こんなうちのね、うちの中央がね、すいませんね、厳しく言っとくんで、うん、ちょっと許してやってくださいって感じだよね。震えたよね、やっぱ違うわ。ということで、続きましてね、エンタメのお時間です。はい、昨日ですね、あの私がですね、あの初めて自身のね、あのもうちょっとうるせえ、私自分でですね、あの作りまして、あの LINE スタンプをですね、手作りの LINE スタンプ、その LINE スタンプがですね、昨日あのリリースしたところですね、なんと、まあ、ビビるよ本当に、見してやるわ、こうね、LINE スタンプ売上ランキングでですね、なんと1位をね、記録いたしました。はい、男性キャラね、人気1位、捨て上げ公式スタンプ、2位、鬼滅の、うん、鬼滅のなんとか、というね、この7位のね、このね、今我のラグビーよりもね、上ですよ。で、あの、全体の売上ランキング。全体の売上ランキングで、なんとね、これ、でも、ちびるよ、本当に。さっきのあの、男性キャラタグランキング。全体の売上ランキングでね、もう2位ですよ、2位よ、名だたるね、そうそうたる面々を差し置いて2位よ。で、なんかこの1位になんかあのピヨ、なんか ひよこ、はい、ひよこ豆5、過去敬語とか言わずにいいんだけど、まあこれも俺みたいなもんでしょ、うん、俺みたいなもんよ、なんか俺いつもひよこみたいな顔してるじゃん、これ、これひよこみたいな顔してるしさ、あの敬語っていつも俺敬語使ってるから、で、5ってあの僕の小学校時代のね、あのサッカークラブの時のね、僕背番号なんで、もう俺みたいなもんだから、うん、ワンツーフィニッシュ捨てあげと、やばいよね、もうあの LINE スタンプ業界に革命をもたらしちゃったよね。昨日言ったでしょ、あのあえて俺はね、あ、ちょっと、あ、もう一回宣伝しとくわ、あのこういうスタンプね、これあのたった50コイン120円でね、こんなたっぷりね、あの私のね生写真、これな、生写真だから絵とかじゃなくて生写真がね大量に使えると、これぜひ、ね、あのお買い求めください、下にね、あのリンク貼ってありますんで、うん、これ、ね、これ全部私は自分で切り抜いた、パソコンで自分でね、ギンプっていうフリーソフトで自分で切り抜いたね、生写真です。絵とかじゃない。で、ガチ公式のね、スタンプです。すべて私のね、学費の足しになるんでね、はい。で、お買い物です。うん、そんで、何をしたんだっけ、LINE スタンプ業界の革命をね、もたらしたと。うん、なんか昨日ね、スタンプ出したところね、文字ねえと使い道ねえだろ、バカしねえみたいな、うん、こと言ってる、キッズいっぱいいたんだけどさ、なんも分かってなかったね。なんも分かってなかったね。結果で示す男だ。背中で語る男だが、関係ないんですよ、文字なんて。うん、他人とね、同じことをしてたら、いつまで経ってもね、二流なんですよ。どんな時代もね、本当の天才は常に他人と違うことを、他人とはね、異なる道を歩んで自分の人生を切り開いていったっていう、スティーブ・ジョブズだよ。ステイ・フーリッシュ、
常にね、貪欲であれ示したよね、結果。結果出したね。でね、本当にあの、本当に今時代の最先端だから、もうランキングが証明してるからさ、うん、これがもう LINE スタンプ業界の最先端だから、 1位2位を俺がいるんだよ、うん、ということでね、これ今持ってないやつはね、もう本当に遅れてるから、そこなのは原宿歩いてるね、あの女子高生ね、あの女子中学生全員持ってますよこれ、うん、だってこのランキングの順位なの、全員持ってますもう。なんでこれからね、これからの時代、これ持ってない、クサゲスタンプ持ってないやつはもう一生持てません、うん、っていうねことなんで、まだ買ってない人さっさとね買って、うん、ちょっとねもうだいぶ乗り遅れてるけど、うん、この時代のね、ビッグウェブに、うん、今からでも遅くないからね、乗った方がいいよ。ということで、下のね、リンクから。お願いします。ちょっと言い忘れてさ、言い忘れてたんだけど、まあ、スタンプをね、今売っといてね、まあ、ちょっと、もうかよって思うかもしれないけど、この度ね、僕のね、オリジナル T シャツ、うん、俺ね、なんかそんなすぐじゃないんだけど、まあ、なんかまたね、ちょっとした、うん、作ろうかなと思いまして、うん、なんでかっていうと、なんか前小銭稼ぎしまくってんじゃ死ねやボケなんすって思うかもしれないけど、これ理由があって、いや、そもそも俺が LINE スタンプを作ったのもね、理由があってさ、もともと俺 LINE スタンプとか全く作る気なかったんだよ。作る気なかったし、俺 LINE スタンプがあんま好きじゃないのよ、正直。そういうの。なんだけど、なんか、他のね、視聴者なのか分かんないけどね、僕じゃない第三者が、まあ、勝手にっていう方もおかしいけど、まあ、第三者がね、僕のスタンプを作ってて、ちょっと前に。で、それを売ってたのをね、見て、いや、なんか、他の人にやられるくらいだったら自分がやるわと。やりたくないけど、やるわ。っていうことで売ることにしてたのよ。だから別に、そもそも俺、スタンプとか売りたくないんだけど。で、今回ね、またね、なんていうのかな、同じようなことというか、があって、メルカリで、メルカリっていうフリマソフトあんじゃん。で、捨てあげって検索するとね、なんか出てくるんですよ。これなんか、これね、これ、捨てあげて検索すると、なんか、これ一番右上か左のこの T シャツ、これ何かっていうとね、なんか、捨てあげ T シャツっていう、これ、ミスター中央捨てあげ3000円っていう、こういうのが出てくるのね。でも、まあ、だいぶ前から俺知ってんだけど、これあるの。でもこういうのがあると、でも別に捨てあげっていう、ね、名前自体その何も商標とかなんか別に 俺のオリジナルのものじゃないから別にどうこう言うつもりなんだけど、だからこういうの作られてると、うん、でなんか他にもなんか捨てあげの T シャツが欲しいみたいな、うん、メールとか、なんか捨てあげの T シャツ自分たちで作ろうみたいなことを言ってる人たちもう、まあ、たまに見かけるんで、だったらもうなんか自分で作ろうかなと、うん、こんななんか3000円とか書いてあるけどね、さっきのメルカリのあれまあ3000円ね、 こんなね、なんかさっきの意味わからんさ、ただ文字が書いてあるやつだけにね3000円払うぐらいだったら、じゃあ俺が3000円でなんか自分のなんか顔すげえかっこいいデザインね、T シャツに関しては俺結構こだわって、普通に日常生活でも着れるようなデザインで作ろうと思うから、だったら自分でもっといいやつを作ろうかなっていうことで、うん、T シャツ作ろうかなと思います。で、まあすぐじゃないと思うんですけど、まあ、うん、僕ね忙しいんでね、ちょっといろいろプレイボーイだから忙しいんで、まあちょくちょくとね進めていって、また完成したらね、ここで告知しますんで、ね、まあぜひ楽しみにしておいてください。